どうやら今回来られたのは私たちだけみたいですね。ほつれをほどく鍵の望みを叶えれば歪みは解消されるんだったな。頭の上に光る輪を浮かべてるやつが鍵だ。なるほど。それにしても砂漠のど真ん中、どこをどう探すか。おや、今動物の鳴き声がしたぞ。この先坂の上からだ。手がかりもねえことだし、まずはそこから行ってみるとするか。あの鳴き声はバナナワニだったのか。こいつに光の輪があんじゃねえか。いやはー、食べられる。あれ、このワニひどい怪我してるぞ。おい、お前暴れんな。俺は医者だ。よし、応急処置が終わったぞ。それでこのワニにどんな望みがあるんだ。お前、怪我以外に困ってることねえか。俺たちが聞いてやるぞ。なんだ。俺が通訳するから事情を話してくれ。もしかして怪我をしていたのはその時に海賊と戦って。ちょっと待て、バナナ。どうしてバナナワニのお前がそのレディを助けたんだ。お前とどういう関係が。命の恩人。ワニの恩返しってわけか。サンジさん、ワニさんの願い叶えてあげましょう。ああ、この指輪があるべき場所はバナナワニの口の中じゃねえ。指輪とお前の恩返しの気持ち、俺がしっかりとラニーヤちゃんに届けるぜ。それならこの辺りの人たちに話を聞いてみるか。その中にラニーヤちゃんがいるかもしれねえ。よほほほ、私は、はて、
ありがとうございます。でもどうして？バナナワニが拾ってくれてたんだ。バナナワニ？そういえば先日海賊に襲われた時、バナナワニに助けられました。でもどうしてバナナワニが？あなたが子供の頃に助けたワニですよ。覚えてませんか？え、私がワニを助けた？そんなことあったかしら。忘れちゃったのか？思い出してくれよ。そう言われても。あなたは家の庭に逃げ込んできた小さなワニを。ブルック。え、ラニエちゃん、今の話は忘れてくれ。じゃあな。俺どうしたら。参ったな。おとなしくしやがれ。ラニーヤさんが海賊に連れ去られてる。クソ野郎ども、待ってろ。ラニーヤちゃん、今助ける。いたぞ。今度は何だ？人さらいの海賊がいると聞いて巡回していたら、貴様らがその海賊たちだな。国王軍兵士たち？お前たち、あいつらの仲間だな。違う、俺たちはあの子の味方だ。海賊の言うことなんて信じられると思うか。けどうします、サンジさん。ラニーヤちゃんも助けなきゃいけねえが、ただで行かせちゃくれねえだろうな。やるぞ。おう。はい。俺たちの邪魔すんじゃねえ。思い出せ。サンジ、なんで俺があんな目に。ヘルメモリー。俺は強くなったんだ。その力見せてや。アームポイント国定ダイヤモンド。頑張ってみんなの役に立つぞ。そちらに向かいます。ソウルソリッド。俺の多彩な変形点、アームポイント国定ダイヤモンド。ヤホホホ。はい、失礼します。ソウルキングの剣術と音楽、魂に響くだろ、ベイビー。クソ、こいつら強い。よし、今のうちに。応援要請があったのはここだ。うわ、国王軍兵士たちの増援だ。サンジさん、どうします？今の私たちだけじゃ。ここは俺がどうにかする。ブルック、チョッパー、お前らはラニーヤちゃんを追え。逃がすと思うか。こっちはお前らと遊んでる場合じゃねえんだよ。何ですこれ。メモリアに戻ろうとしてるんだ。待ってくれ、俺たちはまだラニーヤちゃんを。の、戻ってきたな。無事に記憶のほつれを解消できたようね。解消できたのでしょうか。わからねえ。サンジ君、向こうで何があったの？サンジはヒスタリアで起きたことを話した。バナナワニの言う通り、ラニーヤに指輪は返せた。でもそのラニーヤは海賊に連れ去られたままか。目の前でレディーを連れ去られてそのままなんて、チキショウ。でも記憶のほつれは解消されて、ヒスタリアは消えたのよ。だがラニーヤちゃんは救われてねえ。たとえそれが実在しない世界の住人だろうが、レディーが危険な目に遭ってるんだ。助けるのが当然だろう。ところでチョッパー、
力が戻った感じはあるか？あ、そういえば今までみたいに力が戻った感じがしねえ。ということはこれまでみてえに続きがあるんじゃねえか？じゃあラニーヤちゃんはまだ助けられるんだな。サンジさん、探しましょう。もう一つの記憶のほつれを。ああ、待ってろよラニーヤちゃん。指輪は返せたんだけど、ラニーヤさんが海賊にさらわれてしまったんです。ワニ、動いちゃダメだ。傷口が開いちまう。面目ねえ。だが、俺たちが必ず彼女を助けてみせる。そうです。だから、あなたはここで待っててください。約束だ。よし、まずは情報収集からだ。あたりの奴らに聞き込みをするぞ。俺に任せろ。すごいですよ。イエーイ。お、お任せください。ヤッホッホッホッ。
たぞ。なんだお前らは。あなたたちは。ラニーヤさん、無事ですか。待ってろ、すぐに助けてやるからな。勝手なことをベラベラと。お前ら、こいつら全員やっちまえ。かかってきやがれ。まとめて下ろしてやる。この足でてめえも仕留める。ディアブルジャンブビアンキュイグレラカット。ヨホホホ。俺の番だな。アームポイント黒点ダイヤモンド、これだ。気をつけろサンジ、敵が増え。了解、俺が相手になってやるよ。ディアブルジャンブビアンキュイグレラショット。アームポイント黒点ロゼオミチ。私にお任せを。いきますよ。かすりを吹雪蹴り。生物み生きててよかった。なぜだ、数ではこっちが勝ってるってのに、なんで倒せねえ。お前らとは格が違うんだよ。なんだこの音は。バナナワニ。おかしら、こいつ怪我してやつで。この前俺たちの邪魔をしやがったワニか。どうしてバナナワニが邪魔しやがるんだ。怪我をしたバナナワニ。あなたは。ワニさん、傷ついた体を押してラニーヤさんを助けに。おとなしくしてろって言ったのに。バナナワニ、お前の心意気受け取った。お頭、増援が来ました。よし、一気に叩き潰せ。また増えたぞ。続々と湧き出てきやがって。しつこい人たちですね。ですが、数でどれだけ勝ろうとも魂が砕けない限り私は負けない。ラニーヤさんは解放してもらいますよ。お、あんまり無茶すんなよ。行くぞ。おや、この感覚は。力が湧いてきたぞ。待ってろラニーヤちゃん、今助け出す。行くぞお前ら。よほほほほほ。みんなで力を合わせるんだ。ホーンポイント確保。エルフ、これからだ。準備はいいか。いい。眠りこくてプランマ。ダイヤモンド。任せてくれ。凍える剣コツ。かすりを吹雪の蹴り。まだだ。怖くなんてねえぞ。ホーンポイント確保。エルフ、マナーがなってねえ。あの地獄の2年間に比べたら些細なもんだ。皆さん、ありがとうございました。いや、
礼ならこのワニに言ってやってくれ。ワニさん、子供の頃私あなたのことを助けたのよね。ごめんなさい、あなたのこと覚えていないの。でもこの前助けてくれたこと、そして今日助けてくれたこと、決して忘れないわ。ありがとう。よし、治療終わったぞ。ワニさん。ワニ？ワニさん！お前の本当の願い叶えられてよかったぜ。今度こそ無事に記憶のほつれを解消できたよね。ああ、ワニさんにとって本当に大事だったのはお礼を伝えることだったんですね。ワニの願い叶えられてよかったな。力の方は取り戻せたのか？ああ、バッチリだぞ。くそー、次は絶対俺が行くからな。記憶のほつれ次第だってリムが言ってただろ。記憶世界の住人のことにも真剣になるなんて、ほんと不思議な人たちね。リム、何か言った？いいえ、なんでもない。さあ、行きましょう。お、着いたみてえだぞ。今回は私たち3人みたいね。よし、早く探しに行こうぜ。待って、ルフィ。ここはマリンフォード。海兵がうろついているわ。それもかなりの数。いたぞ、追い詰めろ。ん？
あいつら何かを追ってるのか。おい二人とも、あれ光の輪っかじゃねえか。あら、こんなにも早く見つかるなんて幸運ね。でもあれ海兵じゃねえか。ここは一旦落ち着いて、見つからないように。本当だ。じゃあ、あいつの望みを叶えりゃいいんだな。見つからねえようにって言ったばっかだろ。ルフィらしいわ。チョッパ、私たちも行きましょう。ねえ、聞きたいことがある。一緒に来てもらおう。おい、お前ら。ん？お前は麦わらのルフィ。そうか。ドラゴンの息子が来たということは、やはり情報は正しかったようだな。な、ルフィの父ちゃん？何言ってんだ？ドラゴンと彼女に何か関係が。まさか。なんだか知らねえが、俺たちはそいつの頭の上の輪っかに用があるんだ。輪っか。頭の上の。ねえ、わけのわからないこと。ちょうどいい、こいつらも捕らえるぞ。はっ。来るぞ、チョッパ、ロビン。任せてルフィ。ふぅ、俺も戦うぞ。俺は強くなったんだ。その力見せてやる。腹減ったな。ありがとう。行くぞ。ミルフルーギガンテスコマーノストンプ。よし、かかってこい。ピアフォース、ゴムゴムのキングコンデスカー。俺行くぞ。はっ、これでどう。これ式で私たちの勢いを止めることなんて。で、あの人数をあっという間に。あなた、もしかして革命軍？革命軍？どうしてそう思うの。さっきの海兵がルフィを見て言ってたでしょ。ドラゴンの息子が来たということはって。ただの推測だったけれど、その反応を見るに当たりだったみたいね。残念外れよ。私は諜報屋のエリザ、単なる革命軍の協力者よ。まあ、この仕事で実力を認めさせて、最終的には革命軍に入ってみせるけどね。でもなんでこんなところで海軍に囲まれてたんだ。海軍に潜入している同じ諜報屋のウォンバットさんから海軍内部の情報を受け取るために来たの。でも突然連絡が途絶えてしまった。だから私は状況を探っていたの。ところがあなたの正体はバレてしまった。そういうこと。もしかしたらウォンバットさんも。だから私は真相を確かめるために彼を探さなくちゃいけないの。ねえエリザ、私たちにも協力させてもらえないかしら。ありがとう。でも遠慮するわ。
なんでだよ。麦わらのルフィがドラゴンさんの息子だったとしてもやっぱり警戒はしなきゃだし、それに私はこの仕事で認められないといけないから。助けてくれてありがとう。またどこかで。お、おい、輪っかが一万ぞ。追いかけよう。町には海軍がたくさんいるはずだ。気をつけて進もう。そうね。なあなあ。そうね。にしし。俺の仲間に手出すな。ミルフルーギガンテスコマーのストンプ。俺からだ。くそ。アームポイント黒点ダイヤモンド。ギアセカンド、ゴムゴムのレッドホーク。まだ行くぞ。足手まどけ。任せて、行くわよ。ええ、そうね。にしし。俺は強くなったんだ。その力見せてやる。ミルフルーギガンテスコマーのストンプ。俺がいる限りダメだ。行くぞ。みんなは俺くらえ。いって。今行こう。ちょっと痛い。これしで。貴様がスパイだということはバレている。おとなしく投降しろ。ヘマをした覚えはないのにどうして。でもバレたところで投降なんてしないわ。あなたたちには
捕まれない。ここまで追い詰められておきながら、よくそんなことが言えるな。絶対に逃げ切ってみせるんだから。待て。あ、なんだ。あなたたち。大佐、現れました。麦わらの一味です。この海賊めが、全員まとめて捕らえろ。捕まるか。みんな、怪我はないか。ミルフルール、ヒガンテスコマーノ、ストンプ。邪魔だ。ピュッフォース、ゴムゴムのキングコンデンサー。こ、あなたたち、どうして。ごめんなさい、やっぱり放っておけなくて。追っ手が来る前にここを離れましょう。俺もそれがいいと思う。行こう。うわ、なんだこれは。お帰りなさい。記憶のほつれは解消できた？なんか急に輪っかが光って飛ばされちまった。おそらくまだほつれを解消できていないわ。力が戻った感覚もないし、エリザも。何か気になることがあんのか。エリザの仲間と連絡が取れなくなったという話が少し引っかかってて。ウォンバットってやつだな。ええ、そのウォンバットが海軍に捕まって仕方なく情報を流したという可能性もあるけど、連絡が途絶えるのとエリザの正体がバレるのがほぼ同時だったなんて少し早すぎる気がするの。なんだかよくわからないけど、そのウォンバットが怪しいってこと？ええ、二重スパイだったという可能性もあるわ。それなら早くあいつに教えてやんねえと。すぐにヒスタリアに戻るぞ。無事にヒスタリアには着いたみたいね。あいつはどこだ。そう遠くにはいないはずだけど。あ、階段の下からかすかにあいつの匂いがする。本当か、チョッパー。さすがね。そんなに褒められたって嬉しくねえぞ、この野郎。嬉しそうだな。嬉しそう。よし、俺が案内するからついてこい。
それはエリザが持ってた武器だ。エリザ。匂いはこっちに続いてる。ありがとう、チョッパ。私たちも後を追いましょう。やべえ。ちょっと。おい。待って。何？ウォンバットさん、どうして？どうしても何も、俺は海兵だ。やはり彼が二重スパイ。エリザ！あなたたち。来たな、麦わらのルフィども。貴様らがいることは報告で聞いている。エリザと共にまとめてここで捕まえる。そんなウォンバットさん、冗談でしょ？冗談などではない。俺は戦国元帥の命でお前らに近づいたのだ。しかし残念ながら有用な情報は何もつかめなかった。そこで俺はスパイとして海軍に潜入したふりをした。そして革命軍の奴らと接触のある諜報屋のお前をこの場に呼び出して捕らえ、革命軍総本部までの航路情報を吐かせるという完璧な計画を立てたのだ。じゃあ私はまんまとおびき寄せられたってこと？そういうことだ。これ以上の話は本部でゆっくりしようじゃないか。総員かかる！よっしゃ行くぞ！これさあ、喧嘩だ。ピュッフォース、ゴムゴムのキングコンデスカみんな、怪我はないか？ミルフルール、ギガンテスコマーノ、ストンプ。俺がいる限り誰も死なせねえ。アームポイント黒点ダイヤモンド。まだだ。これだ。覚悟しろよ。任せて、行くわよ。私たちの勝ちね。今のうちに行きましょう。うん。くそ。待て。ウォンバットさん、さようなら。で、どこに行きゃいいんだ？ひとまず町の方へ行きましょう。後のことはそれからよ。おう、ここにフランキーが架けた橋がなくなってんじゃねえか！リムの話ではヒスタリアはメモリアの過去の世界。つまり、どうすんだ？ここを渡らねえと町の外には出られねえぞ。ん？ここを渡ればいいのか？よし、しっかり捕まってろよ、ゴムゴムの。じゃ、ルフィ、ロケット！うまくいったな。このまま町の外まで行くぞ。ありがとう。ありがとう。よし、了解。ここは絶対に通さん。
あの女を捕まえろ。麦わらの一味もろともだ。あら、囲まれた。大丈夫だ、ぶっ飛ばす。おう、へへへ、面白い。おお、力が湧いてきた。このまま海兵たちを倒しましょう。おお、よし、みんな準備できてるな。よし、よく、ゴムゴムの黒点オチエンタフ、フロントアーマー、ゲットバズッチョン。みんなでかかれば大丈夫よ。ミルフルーギガンテスコマーノストンプ。みんなで力を合わせるんだ。これ食ってくれ。ありがとう。やるぞ。腕が鳴るぜ。どうや。腕が鳴るぜ。やるぞ。ピアッフォース、ゴムゴムのキングコンデスカー。全員ぶっ飛ばして。ここまで来ればもう大丈夫よ。あとは隠していた船で逃げるわ。そう、よかった。本当にありがとう。あなたたちがいなかったらきっと今頃ウォンバットに捕まってた。まさか彼が二重スパイだったなんて。仲間だと思ってたやつだもんな。うん、でも思ったよりショックは受けてないのよ。新しい友達ができたおかげかもね。そうね。それじゃあそろそろ行くわ。おう、気をつけてな。またな、エビ。そう、私の名前はエビザ。って違う、私はエリザ。わりわり。もう、またどこかで会いましょう。今度会うときは革命軍の一員としてかもね。また会いましょう。おや、戻ってこられたみたいですね。ただいま。エリザも無事だったし、全部解決してきたぞ。エリザ？それって一度戻った時に言ってた革命軍絡みの子？ええ、革命軍ならサボにも会いたかったな。きっとまた会えるわ。そうだな、冒険を続けてりゃどこかで会えるよな。さあ、私たちは力を取り戻す冒険を続けましょう。よし、行くぞ。
あお。ねえ。よ。おい。いえいえ。なんだぜ。どうすっかな。おい。任せろ、スーパー。おい。おいおい。任せな。フランキー。あお。よ。そうね。なあ。そいつはできねえ。知らねえよ。見逃してもらえるだけでもありがたく思うんだな。それとも旦那の後でも追いたいのか。黙りなさい。ん？何？どうしたのかしら。なんだか穏やかじゃないですね。ママ！何すんのよ。てめえ。なんだお前ら、俺に何か用か。目障りだ。どこかに行け。レディーに手を挙げるクソ野郎、ここから消えるのはてめえだ。なんだとこのチンピラが。お嫁ら、このバカ。私は準備できてるわよ。任せろ。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットガタリング。やりやがったな。ミルフルール、ギガンテスコマーノ、ストンプ。まずい。刀がうずく。三刀百八本の王。俺の方が強い。怪我はない？ありがとうございます。大丈夫、すぐに見つけるわ。もう少しの辛抱よ。何か事情がありそうね。助けていただいてありがとうございます。私たちはこれで。さあ行くわよ。ちょっと待って、その子苦しそうよ。ねえ、少し休んでいけば。その水晶玉は、なぜあなたがそれを。これは私の。あなた方も一族の関係者なのですか。私の名前はレビーナと申します。夫の名はポロロッカ。私たちはさまよえる一族、そして空の民でもあります。
さまよえる一族だって。それじゃああんたたちはアディオンの仲間なのか。アディオン、兄を知ってるのですか。兄だと。あんたあいつの兄弟なのか。何からお話しすればいいのか。でも、もしあなたたちが一族の関係者なら、力を貸していただけませんか。何か訳ありのようですね。その水晶玉はあなたの。これは私の大切な家族にもらったものよ。私もパパからもらったの。俺は医者だ。見せてみろ。ありがとう。喋るタヌキさん。私レニー。俺はチョッパー。トナカイだ。タヌキじゃねえぞ。私はさまよえる一族の一人です。政府のエージェントから逃れてこの国に隠れ住んでいたのですが、見つかってしまって。政府から逃げていた。他の連中も一緒にか。いえ、ここにいるのは私と娘だけです。他のみんながどうしているか分かりません。兄のことも。何があった。それは…大丈夫か。この子は胸の病気を患っていて、特別なペンダントがないとこんな風になってしまいます。そのペンダントはどこにあるんだ。さっきの黒い服の奴ら、政府のエージェントに奪われてしまって。取り戻してほしいものってのはそれか。でもよ、なんでそんなものを持っていくんだ。どこかの科学者が作った特殊なものだと、すごく価値があると言っていました。でもこの子にとっては命綱、病気を抑える薬代わりの大切なもの。なのに黒服たちは咳込むこの子を突き飛ばし、ペンダントを奪って逃げていったんです。この水晶玉と一緒にずっと持ってなさいって。だから取り返したいの。絶対。俺は医者だ。患者の薬を取り返すぞ。レディーたち待ってな。すぐに戻ってくる。黒服から取り戻せばいいんだな。任せとけ。手がかりはあるの？政府の役人って言ってたな。あいつらいつも同じ黒服だ。見りゃわかる。町中の黒服を片っ端から調べていけばいつかは取り戻せるだろう。結局無計画か。レディなんだ。やったレディ。やだ。あ、何よ。ねえ、
違うわよ。まあ、やった。なんだと。どうしたんだ。はあ、私は準備できてるわよ。よし、任せろ。やっと俺の出番か。私が必要ってことね。ウェザーエッグ、生まれておいで、雷ちゃん。サンダーブリードテンポ。天候の おかしいだろ。はあ、到着！
みんな、いけるよな。一刀流よし、出産村たまらんな。俺は諦めが悪いんだ。行くわよ、行くわよ。まだまだ仲間の力を見せてやる。アームポイント黒点ダイヤモンド。特別に見せてあげる、私たちの絆。一丁やるか。次はドイツだ。だ。うりゃ。俺だって強くなったんだ。こんな奴に負けねえぞ。そっちか。邪魔だ。これからだ。こうかしら。任せろ。うわっ、まだ行くぞ。だ、うん、ひっ、邪魔だ。まだだ。そこまでよ。ちょっと痛い。私の中待て、俺はペンダントなんて持ってねえ。お前らホロロッカのやつに雇われたのか。だったら切り立てするだけ無駄だぞ。ん、あいつはもう処刑されたよ。新聞に出てたろ、ホロルって役人が処刑されたと。なんだと。あれはホロロッカの野郎のことだ。もう報酬はもらえねえぜ。俺をぶっちめてもただ働きだ。そうかよ。でもな、金じゃねえんだ。大丈夫か？ブローカイだ。ありがとう。オーケー。おう。わかった。おう。やれやれ。俺はもう知らねえからな。
ペンダントを返してください。ああ、お化け！お前らポロロッカのやつに雇われた殺し屋？いや、その姿、死神か？いえ、ただの音楽家です。命ばかりはお助けを。ポロロッカのやつは娘の病気の治療のために仲間を売り上がった悪党だ。天罰が下されただけじゃねえか。俺を恨むのは筋違いだ。レディーから盗むような野郎に筋を解かれたくねえな。くそ、地獄に送り返してやる。よし、行くぞ、お前ら。ピュッフォース、ゴムゴムの手をバズーカー。刀がうずいぞ。キー、そこをどけ。くそ、さて、行きましょう、みんな。今行こう。はっ、こうかしら。みんなで近っ、行くぞ。キー、くそ、ドクター。何？おお！おい！ああ！マジで言ってんのか？やれやれ。呆れたもんだ。おいおい。なんだと？ふざけるな！よっしゃ！さて、行きましょう、みんな。しょうがない、やりますか。ウェザーエッグ、生まれておいで、雷ちゃん。サンダーブリードテンポ！これからな。準備 OK だ。一刀流よし、シッソンソン。ちょっと痛い。大丈夫。よう。ああ。ありがとう。任せろ。くう。やめて。もう。おいおい。なんなのよ。はあ。
うわ、待て待て、おーい、何、なんだと、よっしゃ、いやはや、ふざけるな、うわ、みんな、いけるよな、サンダーランス展開、公開、わかった。おう。あい。いいのか。心配させやがって。なあ。そんな。わかった。なんだ？そうかしら。うん。待て待て。何やってんだ。おかしいだろ。どうした。ああ、どうした。え、そうなのか。おう、おい、お前ら
あい、いや、ありがとう。なんだ？よし、来た。ありがとう。ダメに決まってるでしょ。なんと。おう。なんじゃと。ふざけんな。そうね。そんな。もう。なんじゃと？おいおい。準備OKだ。やっと俺の出番か。私が必要ってことね。ウェザーエッグ生まれておいで、雷ちゃん。サンダーブリードケルフォン。くそ。よし。もう。なんだ。はあ、あ、やだ。そうね。
んだ。どうしましょう。嘘でしょ。おお、何？おお、ちょっと待って。おいおい。うほー、もう。うん、本当か。待て待て、これで安心だな。そうか。なあ、おかしいだろ。おお。ねえ。おお。なんなのよ。どうするか。俺やるよ。おう。私のおか…よう。あ、おう。おいおい、くそ。おう。ねえ。お、うわ、やはははは、やばい。はて、まったく。やれやれですね。いや、でも違うわ。いやいや、いや、でもそうか。やはははよっしゃ。え？うわ！見せてやりましょう。あた、ウェザーエッグ、生まれておいで、雷ちゃん。サンダーブリードテンポ。これからだ。準備 OK だ。一刀流よし、シッソンソン。痛い痛い痛
ってるでしょ。みんな、いけるよな。今行こう。はっ、ちょっと痛い。さて、先に。もう、ダメだ。すごいですよ。え、おい。いいえ。おいおい。おい。え？いただいちゃおうかしら。サンダーライス先鋒。まだだ。きつい。ミルフルギガンテスコマーのストンプ。これでおしまい。わからねえな。まさか。ちょっと待って、何やってんだ。そうね、マジかよ。
おいおい。まあまあまあ。お。何？おお。おお。よかった。そうか。なんだ？なるほど。はあ。おい、お前ら。てめえ。何？あ？あ？なあ！やれやれ。はあ？ちょっと。え？おい。おい。あ？なあ。なあ。なんだと？おい！いつでもいいぞ。サンダーランス連発！くそ！喉渇いちゃった。これで安心だな。ありがとう。わからねえな。どういうこと？ああ、そうか。どういうことだ？ウソップ。おお。おう。すごい。ふう。ねえ。おお。
了解だ。ねえねえ、おお、わあ、おお、やあやあ、ごきげんよう。はーい。ああ、そうだね。うん、大丈夫だよ。つまり、ええ、ありがとう。おう、よ、ありがとう。おう、どういうことだ。なるほど、ありがとう。